公益財団法人、笹川平和財団は、財団法人日本船舶振興会及び、モーターボート競争業界の支援により、1986年9月1日に、設立された。笹川平和財団は、笹川良一の人類皆兄弟の精神を体現する、日本財団グループの一つ。国際理解、国際交流及び国際協力の推進を、 目的として設立された。人間活動により顕在化した地球上の自然的、社会的環境の変化に対応するとともに、複層的で複雑化が進展している人間社会の健全で持続可能な発展を図るため、民間の自由な発想と手法により、調査研究活動、政策提言、国際的な連携、交流等を推進し、海と 陸からなる地球上の人間社会の新しい統治システムの形成を図り、もって人類の福祉と人間社会の健全な発展に寄与することを目的としている。2015年4月1日、一般財団法人シップオーシャン財団を九州合併し、総資産額およそ1426億円の日本最大規模の公益財団法人となった。 合併後の新財団の正式名称は引き続き、公益財団法人、笹川平和財団を使用し、海洋政策研究財団の権利義務すべてを承継している。合併後のミッションは、人間活動により顕在化した地球上の自然的、社会的環境の変化に対応するとともに、複層的で複雑化が進展している人間社会の健全で持続可能な発展を図るため、 民間の自由な発想と手法により、調査研究活動、政策提言、国際的な連携、交流等を推進し、海と陸からなる地球上の人間社会の新しい統治システムの形成を図り、もって人類の福祉と人間社会の健全な発展に寄与することを目的としている。本部所在地は、東京港区の笹川平和財団ビル。同ビルは、 旧海洋船舶ビルを建て直したもので、2015年10月1日の春工式に先立って移転が行われた。設立後、個々の問題領域からアプローチを行う、一般事業及び米国との交流事業に加えて、特定地域間との交流を目的とした4つの基金を順次設置し、事業を展開。2015年4月にシップオーシャン財団と合併し、 海洋政策の研究、政策提言、情報発信等を行うシンクタンクとして海洋政策研究所を設置した。2017年4月より5つの重点目標を定め海洋政策研究所を除く事業部門の組織を3つの事業ユニットに改編。より効率的、効果的な予算配分を実現するため、従来の事業基金を1つに統合した。同年、 東南アジア地域の女性企業化を支援する目的のためアジア女性インパクト基金を設置。2018年には国連の経済社会理事会の NGO 特別協議資格を取得した。重点目標は日米関係のさらなる強化アジアにおける日本の役割拡大イスラム諸国の理解と関係強化海洋ガバナンスの確立女性の エンパーメント海洋政策研究財団は、日本の海洋政策や海洋安全保障の研究を行うとともに、造船関係技術、海洋環境技術に関する研究開発を行っていたシンクタンク。正式名称は、一般財団法人シップオーシャン財団であり、海洋政策研究財団は、通称として使用していた。元国土交通省所管。 2015年3月31日解散。ありがとうございます。